小原勲は、日本中央競馬会、立東トレーニングセンターに所属していた、元調教師及び元騎手。実施、小原騎師は、元騎手、現調教上手。1961年、京都競馬場、坂口正治旧者所属の騎手見習いとなる。1962年、騎士免許を取得し、同級者より、騎手デビューする。1970年、京都競馬場、 内田茂造旧社所属となる。1977年、騎手を引退し、立党、吉永武旧9社所属となり、調教助手に転身する。騎手成績は、中央競馬通算1814,174九1979年、調教師免許を取得する。1980年、旧社を開業し、10月18日に、 阪神競馬場で管理場が初出走し、阪吉吉が7着となる。1981年、玉も交流が3月28日に、阪神競馬場で勝利を挙げ、管理場が延べ51頭目で、初勝利を挙げた。1987年、12月6日の鳴尾記念を玉もクロスが制し、管理場が重傷競争を初勝利を挙げた。1988年、 4月29日の天皇賞をたまもクロスが制し、管理場が GI 競争を初勝利を挙げた。さらに1988年度の JRA 賞、最多賞金獲得調教師を受賞した。2014年調教師を引退した。ありがとうございます。